こんにちは、中までたっぷりちはやです。マリオメーカーやっていきましょう。このコースはね、難しいですね。見つけちゃったんでちょっとやってみたいと思います。結構どころじゃない、クリア率は高いんだけどね、めちゃめちゃ難しいです。これやばくないですか？多分こういうことだと思うんだけどね。すよね、先にあのパックフラワーの当たり判定が先に来ちゃうんで。でさ、だからといってこうやって乗ろうと思っても乗れないんすよ、これ。あ、入れた。死んだ。ゴールだと思ってたわ。マジか。でも、あれは分かった。こうぶつかって、側上で入るんかと思ってたけど違うんだね。こうなんだね。その後どうすんのよ、これ。右から試すべきだよね、普通に。ダメ。オッケー。よし、オッケー。よし、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 よし。いやー、これ結構さ、マリオメーカーやってないとわからないよね。まずあそこ入れるっていうところ時点でもうわかんないだろうし。あの、ドア出た瞬間にジャンプできるなんてわかんないもんね、普通に考えて。はい、こちらツイッターでいただいたステージです。やばそうだね、これね。なんだろう、あの突起物みたいなやつがちょこちょこ出てるけど何でしょう。クリア者、プレイ者数もクリア者もすごいことになってますね。ツイッターでいただいたステージ、3月21日ですね。いただいたステージです。ひたすらダッシュするんだそうで。キープダッシュってわけじゃないよね。そうだよね。こういう感じ？あー、なるほど。多分これ30秒きっかりになってますよね。そう考えたときに、ここら辺であまり、時間を使いたくないですよね。OK？ はい。あ！ちょっとクルンが早かったですね。これはいいコースですね。今までこういうのやってこなかったなぁ。はい。はい。反射神経系だよね、これ。これやらしいな。死んじまったな。スピン、スピン、くるん、くるん、くるん、スルー、スピン、くるん、死ぬ。ここ死んじまうんだよな。これは脳みそがついてこない、思考の速さがついてこない。よし、よいしょ。え、バネが1個必要なんだ。久々に喋るとクリアできないコースが来たわ。最近なかったんだけどな。どうしてもあそこで死んじゃうっていうところがある。よいしょ。 OK で、ここでゲットして多分これで間に合うんじゃないかな。6 5 4 3 2、あ、にゃーんと久々に喋れないコースに当たったわ。よし、よし、 OK。 10秒、時間はあるね。問題はここのセッティングだよな。こんなもんでどうすか。 OK。 おー、セッティングに10秒以上かけたか。
すんげえ本気にセッティングしちゃいましたね。これはすげえわ。なかなかないですよ、この、多分みんなが見てるとアクション性が高いコースに見えるでしょう。でもね、これ違うんすよ。頭がついてこないんすよ。あの、マリオの動きに対して次クルンなのか、次スピンなのかが全然こう、頭がね、判断してくれなかったです、今。お腹空いてるせい？これはすげえわ。久々だなぁ、喋れないコース。超久々。続きましてはこちら。まだクリア者が一人しかいない魔王の城っていうコースでいきます。3月の22日にいただいたコースです。ついに22まで来たか。おっと、あれなんか見たことあるな、これ。なんか似たようなやつやったよね、俺ね。これやったぞ。最初のギミックに見覚えがある。やったけど、見覚えがあるけど、クリアのフラッグは立ってなかったからな。まあ一応やってっか。あ、これ多分ダメなやつだな。ほら。ここでやります。さらにね。あー、確かこれ入るのが正解だった気がするんだけど。お、違いますね。ということは普通に右に行くと。こいつ、開けられないもんな、でもな。お、ファイヤーもらえんの？マジで？これはありがたいですね。あー、ミスったな。下から、上からギュイーンと行けばよかった。あ、かぶれるな。わーわ、わーわ、わーわーわ、死んだ。なかなかやらしい。設計になってるってことですよね。は、イカちゃん、突然のイカちゃん。まあいいや。あ、スタール。でもでっかいといけないっすよね。ここならいける。ちょっときついか。上ならいけたか。でも上に行く手段がね。あ、まずいじゃん、ここで食らっちゃう。でっかくなっちゃいけねえのか。見たことあるんだよな、このコース。人ので見たのかな。だからやった記憶になってたのかな。おっと、そうなのかな。わかんねえな。いや、絶対これやったことあると思う。気のせいなのか。いやー、やったような気すんだけどなー。あ、持っててもいいんだね。ほっ。オッケー、これでゴール。でも俺は多分その時はこういうゴールの仕方はしてないと思うんだよな。記憶にねー。でもなんかこのコースを見たことはあるんだよな。なんだ？なんかすごい変な感じするわ。はい、じゃあこのコースやって終わりましょう。全自動。テレサですね。お、青ドクロ頻繁に。ハイヤーゴール。サスケファーストだってさ、初代サスケのコースってことかな。初代サスケってこんな感じだったの？面白いね、これね。あ、これはわかるかもしれない。時間短っ。あ、よく見たら。オッケー。これはドアに入れと。はい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 。毛ガニの方とかいらっしゃったのかな？初代から。ガソリンスタンドの山本さんはいたのかな。これ育て立つ壁ですかね。これは何。あ、これはあれだ、押していくのか。こんなのあったっけ。こんなあったっけな。セカンドステージに持ち上げるやつがあったのは覚えてるけど、セカンドじゃないかも。こんな押していくやつあった。すごいね、これ。しかもそうなるんだね。あ、これがそり立つ壁なんじゃない？
え、これは被るの？はい。で、繋がって。あ、俺。こうか。壁キックで壊せと。すげえ。初代ってこんな感じだったんだ。おお、ゴールだ。イエーイ、ファーストステージクリア。次から筋肉地獄ですね、ステージ2は。はい、ご視聴ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。アディオス、アミーゴー。